みなさん、はじめまして、リボンリボンです。今日はお出かけに行ってきて、アイカツなどのグッズを買ってきたので、こちらの紹介をします。まずは、ブランドコレクションの紹介です。少し昔のブランドコレクションの少し昔のブランドコレクション本がありました。はい、びっくりです。はい、嬉しかったですね。まだ買ったことなかったので。あと、ブランコレクションもありました。では見ていきましょう。まずはスペシャルコレクションですね。じゃあ行きます。こちらですね。スペシャルコレクションは2個ですね。はい、まず1つ目です。はい、何でしょうね。はい、あ、乙女ちゃん。はい、乙女ちゃんは可愛くていいです。好きなんですね。仕上げるですね。はい、はい、はい、こちらは2回目です。何でしょう。何ですね。あ、カエルちゃんですね。カエルちゃん、なんか可愛いですよね。はい、印象がすごい子ですね。はい、次はブランドコレクション4ですね。少し見たくない。はい、4の1回目です。あ、マリアちゃんです。マリアちゃんですね。マリアちゃんはね、ちょっと可愛いですね。はい、とてもいいですね。そうですね。はい、次は2回目ですね。はい、いきます。キンちゃんです。キンちゃんは妹が好きなんですね。はい、私が好きです。私の妹です。特に、はい、ゆりか様が好きです。あ言ってるそばでゆりか様が出ました。はい、続いてはいちごちゃんです。私もいちごちゃんとかは洋服とか可愛くていいですよね。キュートでちょっとおかしくドジで可愛いですよね。キュートちゃんがこの前テレビでびっくりしていました。サラちゃんです。私サラちゃんは好きですね。はい、私もですね。はい、洋服とかもバッチリ合ってて可愛いですよね。はい、はい、こちらですね。あ、サラちゃんが毎回ダブってしまいました。はい、まあ、2人で絵を描けましょう。はい、続いてはセーラちゃんですね。はい、でブランドコレクションはこちらで以上になります。こちらはまあ結構買ってきましたね。6枚と7枚と2枚で、今回は9枚の方を購入してきましたね。はい、何で描きましょうか。はい、続いてはチャオを買ってきたので、そちらを紹介します。はい、私が紹介します。こちらは9月号ですね。はい、でアイカツのカードにマイチックとかついてました。はい、でこちらはちょっと置く場所がないので別のところに置きます。はい、どうでしょう。でアイカツカードに付録がついていました。はい、まずはこちらの、はい、パルのスペシャルコラボカードのスペシャルコラボパステルシュガーパニエワンピ。こちらはエンジェルシュガーです。600ポイントとポイント高いですね。レアと同じぐらいのレベルですね。はい、スペシャルコラボパステルシュガーサンダル、こちらも可愛いですね。はい、こちらのレアコーデにも使えそうですね。はい、10月号にはこちらのスペシャルコラボパステルシュガーベレー帽が付いているそうですね。はい、はい、そしてはい、こちらも付いていました。プリパラのはいトロピカルサニーワンピ、こちらポップでレアですね。キャンディアラモードのミレイちゃんの玉つきがついていました。はい、嬉しいですね。ミレイちゃんが可愛いですね。ポップスちゃんも好きなんですよね。はい、10月のねポップスちゃんが出るそうです。はい、そしてちょっと私たちには合わないんですけど、はい、こちら妖怪ウォッチのティバニアのカードがついていましたね。チャオとかちゃんと書いてありますね。はい、
研究でここに、でも私たちは興味はあまりないですけどね、はい、それでプリパラのすいません、はい、こちらミルフィーユコレクションを買ってきました。開けてみたいと思います。はい、こちらラーラちゃんのこちらですね。まずはゴシックチェックシューズレアです。ドリーミングジュエルスカート、はい、でドリーミングジュエルスカートです。こちらは SR というプレミアムですね。ロマンティックリッチベスト、はい、こちら真ん中ラーラちゃんです。でラーラちゃんの友チケがついています。あともう一つ付録の紙がついてたんですけど、スララのお手本シートになります。チャオのやつで、はい、なんとミレイちゃんがついていました。嬉しいですね。はい、それとプリパラプイチケコレクション組のお海を買ってきました。はい、で中は、あ、はい、ブルーベリードリームブーツですね。グミの方はちょっと紹介しません。はい、すいません、ボケます、ボケてますね。はい、でこちらの3つ一緒に入れていきます。で2つ目は、グミの方は時間がないんで、はい、ちょっと切ってありますね。こちらクリームゾーンベアトップ、はい、こちらが出ました。今ハサミできたんですよね。はい、でこちらで、はい、最後にファンブックの紹介です。本屋さんで少し前のスリーの2つ買ってきました。では紹介をします。はい、私はこちらです。こちらはあのファンブック3になります。こちらはですね、まあ、実際には Q4 弾です。こちらは Q4 弾のやつになってます。まああれですね、なんか少し待ってください。まあ、こちらは、まあ、Q4 弾の時のさくらちゃんがデビュー当時のファンブックになります。で付録のカードです。はい、こちらスターメイト学園制服で、こちらにはさくらちゃんのサイン付きです。でこちらスターライト学園ブーツ、こちらもいちごちゃんのサイン付きです。でこちらのゲームマシン型カードホルダーもあるついていたんですけど、組み立てをしていないので紹介はまだです。次はそしてあのこちらなんですけども、マリアさんのサンドスティング3ですね。こちらちょっと見えづらいんですけども、こちらちょっと斜めになってしまいますけど、次第なんですけども、こちらちょっとコラボカードを今出しますね。ちょっと見せてくださいね。あ、気に取れました。はい。こちらですね。スペシャルコラボ。フローラル、ププラムワンピ。スペシャルコラボ、フローラル、カメラに撮ってます。フローラル、レーシーパンプスですね。すみません。こちらも可愛いですよね。パルミちゃんのコラボ。はい。でちょっと DVD を開けるので、ちょっと待ってください。あ、はい。あ、今
まあ取れたんですけれども、こちら汚れないようにのためにちょっとケースに入れますね。はい、いいですよ。はい、こちらの DVD の方から、こちらが取れましたね。こちら今ちょっと見てみたところ見てないんですけども、ちょっと噂でなんですけど、マリアちゃんのオールファンタジー、の、うん、オールプリンセスとメイクアップマイミュージックで、あれ、はい、スカレードの、はい、伝説のこれ、そうですね、はい、すいません。はい、で、あとこちらマッハッピーセットについてきたブランドコレクションなんですけれども、こちら2、3ボックスみたいな感じですね。こちらパラパラと言うと WM のこととか後ろにみんなの顔とかが載ってたりしますね、はい、あとこちらハイカルルの配布キャンペーンの時に、はい、ロリゴシックのカルルの配布キャンペーンの時に、あれもちょっと出たね。こちらはチョウについてますね。でも2つもついてます。はい、で、まあこちらは橋本環奈ちゃんはなんか千年に一度の天使アイドルとかって言われてるアイドルで、はい、嬉しいですね。で、大空あかりちゃんがなんか噂では噂っていうか主役になるらしいんですね。で、すみれちゃんとあかりちゃん、ひなきちゃんの3人が新しくて嬉しいです。はい、その中でもその配布キャンペーン時のカードですね、ちょっとスリーブに入れさせてもらってるんですけれども、はい、こちらワンピースがスペシャルコラボクラシカルゴシックドレス、スペシャルコラボクラシックカジュアルクラシカルゴシックシューズ、はい、ごめんなさい、そんな感じですね。はい、で、ちょっと長くなってしまいました。はい、では終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。また見てください。バイバーイ。